すいません、この大ハントンライス一つと、あと金沢カレー一つ、なしの方ですか。はい、なしの方。はい、じゃあ、はい、おいしい。なんか胡椒っぽい辛さ、胡椒の辛さ、結構なんか、ね、うん、カレーはカレーでもね、うん、来ましたよ。うまい、ふわふわだよ。エビ、頭と尻尾あるね。手で食べる。うまい。中はケチャップフライ。うん、洋食代々さんとかね。いや、ありがとうございます。美味しかったでございます。美味しかったし、なんか良かったね、良かったね、うん、あ、ビール飲みたかったけどちょっと我慢した。お疲れ様。歩いたね。歩いた。金沢おでん。金沢おでん。と言われる。すごい。九州盛り。もうね、何が何だか分かりません。うん、あ、これを食べてみる。練り物だ、うん、これがね、気になってる、うん、丸い、これが麩なのかな、だね、だし吸ってっからね、うん、めっちゃうまい、うん、これ、大根しみしみじゃない、うん、で、とろろ昆布乗ってるんだね、うん、大好き、大根、うん、やばい、腹いっぱいになってきたね。そういえばさっき普通にご飯食べたの。そう、もうご飯食べてる、うん、はい、それでは、翌朝になりました。おはようございます。おはようございます。今日は同じ石川県の羽咋市というところにある、うん、渚ドライブウェイっていうところがあるんですけど、ぜひ行ってみたいと、うん、チャレンジしてみたいって思ってた場所なんですよね、うん、はい、ちょっと行ってみたら分かるのであの砂浜のところをドライブするっていうことができるんだよね、うん、今確かね、国道かなんかのはずなんだよね、うん、あこのね、キャブコンで行けるかどうかっていうのね、ちょっと試してみたいんですよ、うん、はい、うん、ドライブウェイのね、近くにトイレが一応ありまして、今ここにいて作戦を立ててるんですけど、はい、うん、注意事項が書いてありました。まずは速度を落とすっていうことと、うん、あと両側通行なので譲り合って、うん、はい、通行してくださいっていうことだね、はい、あと普通にね歩いてる人もいるし、うん、自転車とかバイクとかも、そうだ、自転車でも行けるみたいなんでね、そう、うん、あとね、あの海岸線から離れたところは逆にこう砂が乾いちゃってタイヤが埋まったりすることがあると、うん、はい、でまた海に近すぎるとぬかるんじゃうっていうところで、うん、まあ、程よいところを走るっていう、そこはね、うん、あの初心者には難しいところなんだけど、うん、なんとなく行けばなんとなくわかるかな、うん、そうだね、うん、じゃあね、ちょっとどんな風に撮影できるかわかんないけど行ってみますか。行ってみますか、はい、はい、よし、
はあ。尻浜渚ドライブウェイ。およそ700メートル、斜め右手前方向です。いや、怖えな。ちょっと怖いね。怖えな。あ、でもみんな通行してるタイヤの跡があるから、うん、だいたいわかるね。そうだね。あ、この辺なら大丈夫そう、確かに。うん、おー、来た来た来た。いや、ここ海だよ。ほんとだ。うわ、すごい。あ、そうだね。気持ちがいいね。ねえ、すごい硬い、硬くてびっくりした、うん、地面が。そう、なんかね、カッチカチっていうわけではないんだよね、うん、少し柔らかい感じがするんだけど、うん、しっかりしてる。そうそうそう、うん、さっきね、トラック通ったけど、びっくりしたけどね、うんうん、ここでなんか物流をしてるっていうのがびっくりだった。確かに。で、意外と平ら。ああ。場所によってね、うん、あの溝が掘らさってるところがあって、ガクンガクン揺れるんだけど、うん、それ以外はほとんど平らだね。右です。ここから上がるんだね。そうだね。上がります。はい、さようなら。さようなら。でね、この道の駅でね、はい、車を下の方を洗えるんだよ。そうなんですよ。むしろ冬に洗いたいよね、北海道は。そう、こういうのね、うん、あの普段から使いたい。そうそう。あ、ここ真っ直ぐ行ったら。あ、本当だ。はい、道の駅能登千里浜でございます。綺麗。綺麗だね、新しい。立ち寄り地に到着しました。下回りを洗うところって、あ、じゃあ RV パーク、あ、タイヤシャワーって書いてある、あそこに。そっちか。うん、左です。タイヤシャワー。RV パーク。ここで。いけるかな。はい、使用方法。車を黄色いライン内に停車してください。そして。車から降りて赤色のスタートボタンを押してください。ギリギリ入れるね。はい、飛び込み行けます。行けました。はい、ここまで入れるんですか。はい、じゃあちょっと赤色ボタンを押してきます。はい、入れた。はい、はい、入れました。こっちは押します。はい、千里浜足湯もある。入りたい。わ、すごい砂場。え、アートな砂場が。どこにある？そこに。あ、本当だ。これ砂すごい硬いから。すごい。
ついに、うん、かき揚げ丼、そして海鮮丼、また能登の海鮮丼をいただけることに、はい、なりました。楽しみ、うん、かき揚げ丼、かき入り、かき入り、卵ついてる、味噌汁うまそうだね。ねえ、美味しそう、青さ、うん、青さ、ね、じゃあ食べます、はい、こちらね、海鮮丼です。海鮮丼、こっちも味噌汁と卵もついてるね。そう、温玉、あ、うまいこれなんかかけて食べてくださいって言ってたよ、うん、これをかけるの、うん、そう、なんかごま入ってる、ね、珍しい、珍しい、別に醤油は醤油だよ、うん、じゃあ私、牡蠣からいっちゃいます。うん、一応かけてみた、うんうん、全部、うん、うまい、食べました、満足、満足、満足でございます、はい、満足すごい砂のアート、足場組んで上から作ってくるんだね、ね、うん、うわすごいプロ、プロ、宇宙人も、宇宙人、 UFO の街だから、ね、あ、そっか、うん、タコとか宇宙人いるいるいる、うん、みんなキャラクターいる、いるいるいる、足湯でございます。大根足の湯って書いてる、大根足の湯、大根足の湯、失礼だね失礼だねちょっとぬるめだけど、ね、あったかい、ぬるめなんだ、ぬるめだね、熱くはない、うん、おって結構暑いとこ多いよね、確かにおお、ほんとだ、ぬるめだ、ちょうどいいでしょ、うん、ちょうど良い、うん、あ、なんかぬるぬるしてる、うん、はい、じゃあこんな感じで上がりますはい、左でございます、おお、すごい、でかいね、でかいこんなちょっと事前に調べたらさ、なんかよくテレビで昔やってたあの、うん、ロズウェル事件とか、何ロズウェル事件って、あ、わかんない、なんかそんなのを展示してあるらしい、うん、そうなんだ到着です、ここは正式は、うん、すごいね、ロケット、より本格的だぞ、うん、でかでかい、うん、これがアポロ・ルナ・ローバーアメリカ、すごい、何これは、すごいね、これ 月面に着く、なんかね、うん、意外にゴーカートっぽい、あ、ほんと、すごい、これ菊神さん作れるかな、あ、多分走らすようにしてくれると思う、なるほど、エンジンもすごい綺麗にしてくれると思う、ちょっとワクワクするね、そんなこと考えたら、うん、このカメラとかすごいね、さっき撮ってなかったこのカメラとか、あ、さあ、ね、なんかかっこいいな、こちらもこれで撮影してる2階の展示室へ、あ、2階の展示室へ、うん、エレベーターで、んエレベーター、普通のエレベーターね、おお、嘘、何この演出、あすごい、あ、これブラックライトだ、そう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 、おー、すご
だけがすっげえ白く光ってた。びっくりしたよ。これ私自前の歯ですからね、ちゃんと。びっくりした。自前の歯。入れ歯なの。どこからこのままガチャンと入ってっていいって言ってましたね。行きましょう。入場券あります。はい、どうですか。やっぱりアメリカだよね。アメリカだね。へ、うん、これあれでしょ、ロケットの先っちょのやつでしょ、うん、まさか映画見たい、ね、ちょっと宇宙系の、あ、人いるよ、うん、あ、結構さ、これ狭いとこで、うん、窮屈だよね。めっちゃ狭いんじゃないこれ、うん、飛行機のパイロットよりも狭いくらいだよね、うんうん、ボストークカプセル、うん、あ、ガガーリンってあれじゃない、初めて、うん、あの宇宙行った人だっけ。あ、そうだそうだ、うん、すごい、なんか球体だね、これね。なんか見える。あ、どこにぶつかっても大丈夫。そうだね、うん、一番なんか気圧とかに強い形が球体だからか、わかんないけど、本当ね、なんか寝転がって操縦してる感じだよね、うん、そうだね。ルナ、マーズローバー、アメリカ、プロトタイプ、うん、これで月を動き回ってたんだろうね。これもキクシンさんに直してもらうかい。全部直してもらう。走れるよ。司令線、司令線、この先っちょかな。そうだね、ちょっとなんか見えるみたいな。あ、ここはね、3人掛けシートになってる。本当だ。多分これあの、うん、ロケットの先っちょ上の方、うんうん、上の方向いて寝るんだね、座ったまま。すごい。で、これシートがこう、うん、回転するのかな、方向に向けて。でも操作盤は全部天井についてるんだね。うん、本当だ、うん、すごい。ロマンを乗せた研究に携わっている人々のお話を聞いていただきます。そのような研究を習っている人たち の, その計画、それを私たちは SETI セティ計画と呼んでおります。ボイジャー惑星探査船、でかい。でもでかいけど骨組みが主だよね。確かに、うん、来ました。アポロ、アポロ宇宙服、バックパック、バックパック、バックパックで月にキャンプしに行ってる。そうだ。いきなり背中から行ったけど、こっちが正面。そう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 、重装備だね。だって月面って寒かったり暑かったりするんでしょ。そうだ、あの太陽が当たってるか当たってないかで、うん、すごいんだよね。しかも酸素もないよね、うん、ないね。生命維持装置を背中にしょって、あ、結構でかいね。これで月面にボンと降りたのね。で、車使って、金箔ソフト、その金箔、金箔貼ってある。ルノホート、ルノホート、ルノホートか。月面、自動月面車。月面車っていうけど車には見えないよね。確かに車輪もさ、ないんだよ。人が乗れそうな感じはしないね、うん、これ無人か、無人探査計画。よく
昔テレビでやってたね、ロズウェル事件。これがロズウェル、宇宙人の会合。写真が日本も海外もあるのかな、いっぱい展示されてるね。外国もあるね。目撃レポートがね作られてるらしい。ちょっと眠いのかな、八尾さん。ね、ここが図書館。ルイ氏図書館。図書館も併設なんだね。ね、ここの施設すごい面白かったね。うん、いや、宇宙面白いね。面白い。宇宙人をさ。うん、ここまで真面目に取り扱って、うん、普通さまだ分かってないからさ、こういうのって、うん、ね、うん、展示とかできないじゃない。そうだ。でもさ、これをマジで取り扱ってるの好きだね。うん、そう、いいね。宇宙人は見っかってないからいませんっていうのは簡単なんだけど、うん、宇宙人いないって言ったら地球人を否定することになるので、うん、ああ確かに、うん、そう考えると普通のことなのに、うん、他の人は他のことね、なんか施設ってそういうのやらないじゃない、うん、やらない。超面白かったね。面白かった。はい、ケタ大社着きます。エネオスが茶色い。すごい茶色いエネオス。駐車場はここか。お、駐車場広い、うん、嬉しいね、我々にとっては。いいね。うん、立ち寄り地に到着しました。その先50メートルで左方向です。すごく広いし、あっち海が見えるし、ずいぶん眺めのいいとこだね。すごい眺めのいいとこだ。到着しました。到着しました。わあ、すごい。はい、撮影の許可いただきました。はい。もしかしたらダメかなと思ったんですけど、ね、うん、いや、すごいもんだって。すごいもん、この建物もね。あ、きらびやかではないんだけど、昔のままそのまま残ってるっていう、入らずの森だからこっから入っちゃいけないんだね。そこの入り口がここなんだ。こっから入れません、うん、この鳥居がさ、すごい普通の木で組んである
感じだよね。うん、貴重ですね、こういうとこは。長いことやってきたけど、大吉初めてじゃない。そうだね、初めからもうわしからねど、あとは必ずよしだって、やったね。そばもあるんだ、そばどころ。ポンタです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。